毎度、徹子です。韓国が高純度フッ化水素の大量生産技術を確立したと発表しました。もともと少量の生産はしていたみたいだけど、政府投資の後押しを受けて製造工場を新設、拡充して大量生産を実現しそうな勢いみたいです。ただ、韓国政府はよく嘘の発表をするので注意は必要です。ニュースの詳細。韓国の産業通商資源省は2日、日本政府が昨年7月に輸出規制を強化したフッ化水素について、韓国の化学メーカーが高純度で大量生産が可能な製造技術を確立したと発表した。フッ化水素は半導体の洗浄に使われ、規制強化前は日本からの輸入に頼っていた。日本から韓国向けフッ化水素の輸出額は規制強化後に急減。韓国メーカーが確立したとする製造技術が採算面でも問題なく安定供給につながれば、日本の製造会社への打撃が長期化する可能性がある。産業通商資源省によると、韓国の化学メーカーソウルブレーンが製造工場を新設、拡充し、液体のフッ化水素の不純物を1兆分の1まで抑えられるようになったとした。極めて高い純度が求められる半導体製造に使える水準という。具体的な生産能力は明らかになっていないが、韓国の経済メディアは韓国内の需要の 70-80% 程度を担う規模になるとの見方を伝えているとのことです。マジで韓国政府はよく嘘をつくので鵜呑みにできないですね。採算面で問題がないのか、安定供給できるのかなど、まだ不明点も多いことも気がかりです。超高純度フッ化水素を製造できる会社は日本の3社だけなので、いきなり韓国の会社が大量生産に成功する可能性は少ないのかなって思います。もともと韓国国内で少量生産していたみたいなのですが、大量に安定供給している日本製品に人気が集まって、韓国国内需要の3分の2を日本から輸入しています。でも日本の輸出管理の強化で輸入できなくなったので、少量生産していた生産ラインを大量生産ができるようにするためにいろいろやっていたみたいです。あかん。サムスン電子や SK ハイニックスの品質検証にも合格しているので、生産ラインで使用していた日本の高純度フッ化水素を順次取り替えていくそうです。短期的には代替コストが発生したけど、長期的には日本の依存度を下げているので、韓国国民はかなり嬉しそうですね。徹子はあんまり嬉しくないです。韓国政府は20品目に対して2年以内に安定供給を行い、残りの80品目については5年以内に安定供給できるよう強力な政策を推進する方針です。この勢いに乗るために、素材、部品、装置産業に昨年より2倍多い2兆ウォンを投資する計画です。こちらが韓国国民の反応です。やはり、韓国は、危機をチャンスに変える天才です。今こそ経済属国を抜け出そう。内需に生かすことはもちろんですが、輸出にも力を入れましょう。この記事に、大韓民国の国民5200万が歓喜しています。一部の人間は怒っていますが、ほとんどの国民はよくやったと、称賛している。非常に素晴らしいニュースです。このように日本への依存度が減ると、独立万歳と叫びたくなる。どこの誰かはわからないが、フッ化水素の開発に数年かかるだろうと言っていた。日本をまだ信奉する親日勢力は韓国の底力を見たか、4月15日の総選挙で土着和光を生産することが本当の独立です。政府からの支援を受けて企業が共同で技術開発すれば、やがて半導体関連材料機器の部品は 100% 国産化が実現すると期待しています。フッ化水素は SK マテリアルズが量産する予定です。まさにこのような中小企業を政府が大々的に支援するべきです。やはりムンジン大統領が最高の仕事をしました。自由売国党はこんな知らせを一番嫌がります。とても嬉しい知らせです。10年以内に日本経済に追いつき、
韓国を見下した態度や侵略行為を防ぎましょう。政府は未来を見て果敢に先行投資をして各業界を牽引してくれればいい。大量生産されて供給ラインが安定すれば日本製品よりも競争力は当然良くなる。何よりもお金が海外に流出せずに国内に戻ってくる。逆に考えてみよう。今まで国が支援してくれなかったということじゃないのか。日本からの独立は始まりに過ぎない。日本の連中は半導体素材分野でどん底の地獄を味わうことになる。韓日貿易戦争の初期、韓国は日本に絶対勝てないと言い張った自称保守の売国奴たちがいた。今何をしているのかな。作れなくて作らないのではなく、投資してくれないから作らないのだ。これからもっと投資して実績が出ればすぐに大量生産できる。最後まで見てくれてほんまにありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。